はい、プロが使うガラスコーティング剤、プロクリスタル7プラスのご紹介です。誰でも簡単にムラなく7年間以上の耐久性のあるプロのコーティングができます。7年間ノーワックス、シャンプー洗車も全く必要なしです。例えばこういうホイールの汚れが、簡単に落ちます。赤サビですね、それから水垢だとかなかなか取れにくいんですが、簡単に落ちます。であとこういう小さな傷が目立たなくなります。光沢が増してきます。ドアノブはびっくりするぐらいに綺麗になります。強い雨で、汚れを長い流れ出すという感覚ですね。汚れてもさっと水で洗い流すだけで、光沢が元通りになります。また汚れがつきにくくなります。他には、こういうプラスチックが日焼けしている部分、これも、コーティング剤が染み込み新車の時と同じように、鮮やかさが戻ります。車以外には釣り具、バイク、自転車、車、台所周り、建築物、機械などたくさんの用途があります。プロクリスタル7プラスがこれです、本剤です。これはベースクリーナーですね。でこれがアルコールでいうIPA というものです。これがアプリケーター、スペアの不織布と手袋が入っています。あとマイクロファイバータオルです。使用方法は車を洗車します。しっかり油を取ってください。その後にこの専用ベースクリーナーを使って、再度洗車してください。ここにIPA アルコールなんですが、これは強力脱脂洗浄剤です。強力に油分を取るというものですね。特に金属部分とか、ドアノブだとか、ホイールのベースクリーナーとしてお使いください。目立たないところで試験をすることを、お勧めします。ただ、透明プラスチックの部分には、使用されないでください。車の汚れは目に見えないところでしつこいものです。特にワックスをかけられている方は洗車をしっかり行ってください。ここは非常に重要なところです。あと水をきれいに拭き取ってください。ボディの隙間やドアミラーなどしっかり水を取って20分ぐらい乾燥させましょう。で、施工は晴れて明るい時に行ってください。夏車体が暑い時の施工は まずやめてください。30度以下でお願いします。不織布が貼ってあるアプリケーター、これですね、これに、プロクリスタル7プラスをほんの少し染み込ませます。中蓋がありますのでこういうふうに開けていただいて、あとはこんな感じです。逆さま1回2回、まあ、このくらいで OK です。このくらいで約70センチ四方に塗ってください。薄くとにかく塗り広げてください。1台に使う、量というのは約 15cc ぐらいです。今この瓶には 25cc 入ってます。残りは取っておいて、塗り足しが必要な時にお使いください。塗る面を斜めから見ると塗っているところと塗っていないところがはっきり分かりますので、その手法ごとに仕上げて、乾く前にこのマイクロファイバータオルを使って、拭き上げてください。伸ばしながら拭き上げるという感じですね。まあ、そんなに少しでいいのというぐらいですが、もう薄い方がいいです。形成被膜は約3ミクロンぐらい残っています。拭き取りが遅くて、乾いてしまうと塗りムラができています。自然乾燥なので24時間は雨が降らないときに行ってください。プラスチック の, ライトの部分ですね、これは施工可能です。ただ透明部分の、フロントガラスだとかガラスの部分には施工できません。このプロクリスタル7プラスは常温で保存をお願いします。10度から30度という程度ですね。車の中での放置だとか冷蔵庫に入れるのはおやめください。さ、誰でもできる、コーティングというのは、業界初です。今まで専門業者しかできませんでした。理由は、塗りにくい、伸びにくい、よってもう多量に、溶剤が必要だということだったんですね。下地も傷めることもありませんし、コーティングしたところは汚れが簡単に取れるだけでなく汚れがつきにくい状況になります。
車のボディには7年以上の効果があります。現在もサンシャインウェザーメーターでのテストが、ボロなしでやってます。撥水効果は数ヶ月で薄れてきます。ガラスコーティングはしっかりと残ってます。コーティングの剥離なんですが、普通のコーティングというのは上から剥げていきます。で、塗装面に達するという剥げ方ですね。で、プロクリスタル7は上からは剥げません。仮にその、コンパウンドで磨いたとしても上からはなかなか取れません。で、ただここに、塗装面に油が残っていた場合、これはここから浮く場合がありますので、しっかり油分を取るというのは非常に重要なことです。このプロクリスタル7というのはシラン系化合物です。純高度 のケイ素皮膜 SiO2 なんですが、それを形成しています。一般に売られているのはその場限りの商品がほとんどで、長期期間の効果が保てるものはほとんどありません。これを、簡単に自分でできるというものです。ツルツルの車にしてください。面白い話なんですが、北国ではプロクリスタル7プラスを施した車だけ雪が滑り落ちます。イヤラボのプロクリスタル7プラスです。